この子たちはね、日本鹿です。で、日本各地に生息しておりますが、角が生えてる子がオスです。角が生えてないのがメス。おからを餌としてね、あげました。これはもう一日のあげてる餌の中で一番の大好物です。ここにいるこの子がね、去年6月に生まれた赤ちゃん、もうすぐ1歳になるんですが、ちょっとね、まだ顔つきが幼いというか、ガガちゃんって呼んでるんですけど、でね、今体は茶色っぽいですけど、これはね、冬毛の状態で、だんだんね、これが夏毛に変わっていくんですが、夏毛になるとね、大人も子供も関係なく斑点模様は現れてきて、それはね、木漏れ日、山の中で木漏れ日にね、隠れるための手段で体にね、そういった模様を出します。